はい、こんにちは、ニャタヌ工房です。今回は何をしているかと言いますと、マーズ4ユニットの塗装をしています。ちなみにまだ武装には一切塗装してないんですけどね。まだここの武装の刃の色をこのまんまでいくか、オレンジ色で塗るかちょっと迷っているので、今現在まだ塗っておりません。それではこれは一体何の動画かと言いますと、ここにアースユニットありますよね。それとコアガンダム、マーズ4ガンダムを作っているならばアースユニットはいらないじゃないかという方がいるかもしれません。まあそうなんですけれども、マーズ4ガンダム作ってたらアースユニットは別にいらないんですけど、今回このアースユニットを用意した理由がありまして、実は視聴者さんからリクエストがありまして、そのリクエストがアースリーガンダムの外装にマーズ4ガンダムの白いパーツをつけたら面白いんじゃないかというリクエストがありまして、それをやろうと思ってこの動画作りました。なのでここへアースユニットあるんですよ。というわけで、ここら辺の分はまああとは組むだけなんですけどね。これちなみにこれはあれ、シタデルカラーのメフィストンレッドを塗っています。ちなみに下地は前回の検証動画でやった、朝日ペンの水性の艶なしを拭いています。ほんま検証結果驚きましたよね。まさかあれだけの塗装強度が出るとは思ってませんでした。それではこれに、これにというかアースユニットに、あそこにあるマーズ4ユニットの白いパーツをつけて、何ガンダムになるのこれ、マーズ&アースユニットガンダムにしていくとこうなります。はい、完成しました。アースリーユニットの外装にマーズ4ユニットの白いパーツをつけたアースリーガンダムですね。寄るとこんな感じですね。空戦と格闘戦を両方できるガンダムって感じですかね。これでリクエスト通りなのかちょっと分かりませんけど、でもまあアースリーガンダムにマーズの白いパーツをくっつけた形態っていうのはこれしか思いつかないんですけど、どうでしょうね。ちなみに今回マーズユニット、こことかこことか爪の先とか、あとここシャープ化してあります。やっぱりシャープ化するとかっこいいですよね。まあ確かにこういう組み替え方もありだとは思います。まあこれの代わりに
ビートルユニットのパーツをつけても面白いでしょうし、まあこれはいろんな組み替えができるので、それぞれ好みの形っていうのが多分あると思います。それにしてもこのアースリーガンダム本体ですね、これ検証する前に塗ったやつなんで塗装ハゲハゲなんですよね。ところどころこうやって見たらそんなにわからないんですけど、もう肩の方とかハッキハゲですよ。もうなのでアースリーガンダムはもう一個買わないといけないな。そっちは肉抜き穴埋めたりして完全な動画完全な形で作りたいですね。これはお手軽で今作ってますからね。ちなみにここの先っぽもちょっとだけシャープ化します。であとマーズユニットのこの兜パーツ、これも先端を尖らしました。というかこの色アースリーガンダムの色どっちか言えばマーキュリーユニットですよね。これもうちょっとアースリーガンダム薄い青色なんですよね。まあ自分が持ってるこのシャデルカラーはこのブルーでしたからね。でそのまま塗っちゃったんであれなんですけど、これじゃなんかマーキュリーユニットの色をしてマーズ4ユニットのパーツを積んだアースリーガンダムっていう感じがしますね。マーズなのかマーキュリーなのかアースなのかっていう不思議な感じのガンダム。まあついでに言えばコアガンダムもオリジナル色で塗っちゃったんで、厳密に言えば本来のコアガンダムと色が違うんですけどね。本当にリクエストはこれでいいのかな。まあ、今回のビルドダイバーズリライズ皆さん見てますか？自分は見てますよ。今回はレイの正体が明るみになりましたね。サラと同じやつでしたね。ちょろっと確か劇中はサラも出てましたっけ。リアル世界でサラとレイが確かいたような気がしますね。それはレイのあれもキット化するんですよね。あれは買わないと。正直サラは持ってなかったんですよね。サラどうしようかな、もう買おうかな。まあ確かにリクエスト通りなかなか似合うっちゃ似合いますね。
まあ基本このアースリーガンダム、マーズガンダム、ビクトリーガンダム、ビートルガンダムか、ビートルガンダム、外装パーツは全部同じ形ですからね。まあほぼ同じって言った方がいいのか、その角パーツが違いますからね。であとマーキュリーガンダムになると、あの口に加えるボンベみたいなのが確かついてますよね。あれになるので、であとは予告にも出ていたけど、宇宙船かなんかの装備もそのうち発売されますよね。あれも予約しないと、というわけで今回の動画は、アースリーガンダムの外装に、マーズ4ユニットの白いパーツをつけたリクエストに答える動画でした。まあこれで本当に合ってるかどうかは、視聴者リクエストくれた方の返答次第だと思いますが、とりあえずこれで合ってるとは思うんですけどね。ではご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメント等よろしくお願いします。にゃんたの工房でした。